最近のヤバいアニメキャラ発生。ぼっちザロック、後藤一人。陰で努力をする陰キャ代表。見た目は可愛いが、かなりの変人で。初ライブは段ボールの中。突然始めるボイパー。顔なしの接客。自己肯定感が極度に低く、自分の価値と食物連鎖をかけ、プランクトン後藤と名付ける。ワードセンスもあり、無意識で即興ソングを作るなど、隠れた才能の塊。実は隠れ巨乳。スパイファミリー。夜、ボールを投げれば地面が崩壊。車が来ても一蹴りで破壊。料理を作れば人が倒れる。人類を超えた怪物。ブルーロック、バチラ巡る。最初の鬼ごっこでは、最後にボールに触れた者が負けですが、ルールにはないと、暴力や足止めをしたり敵からボールを奪い残り5秒で初対面の主人公にいきなりパスを出し主人公がスルーすれば即負け確定の行動に走る理由は頭の中の怪物がそう言ったから影の実力者になりたくて影のミノル最強を目指し日々トレーニングに励むが人間には限界があることをし魔力を手に入れるためトラックに飛び込む戦争マンパワーまだ言えませんがわがままの頂点でとにかく臭いポプテピビックアニメ本体全てがヤバい秋葉メイド戦争以下同文しかし時代を超えた最もヤバい男伊藤誠を過去も今も未来もピッチの上じゃ俺がキングだコミュ力が高いアニメキャラ女性ぼっちザロック1時2時か作中唯一の常識人陰キャ変人飛んだ人ヤバい奴らをまとめ母性的でいつも行動の中心人物シャドウハウスエミリコポジティブの頂点でありどんな嫌な相手でも心の底から優しく接し無意識で味方を増やしていくコミさんはコミショウです幼なじみ名前の通り全校生徒が幼なじみワンピースブルック下品で真摯な音楽家年齢は90歳で海のムードメーカーしかし50年間の孤独を経験しており精神面はかなり強いリコリスリコイル錦木千里初対面の滝浪も慣れ慣れしく絡み周囲に影響を与え滝浪の人格まで変えるスクールデイズ伊藤誠冗談抜きでコミュ力は高く数々の女にモテるのが証拠ドラえもんのびのび太マドンナ番長天才人外未来の自分どんな人でも気軽に話せ社会性はかなり高いあけびちゃんのセーラー服あけび小道小学生時代は一クラスに一人でコミュ力の発達機会はないのにもかかわらず自己紹介の時点でクラスのみんなを引きつけるブルーロック不穏渡るエゴ集団の中でチームを仕切るほどでそのコミュ力は悪い方向に使われるそして最もコミュ力が高い男伊藤誠体のコミュ力はナンバーワン数々の女を虜にしその姿はまるで性のカリスマしかし現れたのは制御できない野獣マン最近のクズそうでクズじゃないキャラ7000ぼっちザロック山田レオ結束バンドのベース担当お金遣いが荒く常に金欠後輩をお店に呼び相談を聞いてあげるなど優しい一面もあるが金欠なためを怒らせる変人というと喜ぶリコリスリコイル真島正義感が異常に強くバランスを取ることを好み弱い相手には味方になり強い相手には本気で挑むスパイファミリーカミラ第一印象は悪いですが人に頼られると意外と面倒見がよく夜に料理を教える際もキッチンを荒らす夜を自身が納得するまで受け入れ根はかなり優しいモブサイコ霊言あなたかモブを騙して利用する詐欺師ですが人間味がありモブが追い込まれた時には嫌な時は逃げてもいいと安心感を与える存在チェンソーマンパワーカレーの野菜を部屋に投げつけトイレはたまに流し風呂はたまに入り不潔でわがまま猫には優しいスパイファミリーダミアン・デズモンド自己中で意地悪ですが陰口を叩かれると言葉で守りドッジボールではアーニャをかばいボロボロの作品を渡してきた時には絶対いらないのに受け取り信念のある男の中の男しかし最もクズではない男伊藤誠なわけあるかい友達ゲーム片桐雄一元殺人犯であり人間の弱みを握り女性には暴力をし崖から落とすなど勝つためなら容赦のない男この男はクズではないただの悪魔最近の可愛いアニメキャラ10選ウォッチザロック北行くよ結束バンドのギターボーカル社交的でかなりの陽キャ先輩の寮が大好きでその愛はかなり重く実はかなりの変人異世界おじさんメーベル氷一族の末裔ですが作中ナンバーワンのビジュアルでおじさん以外を魅了する夜更かしの歌小箱部緑吸血鬼の一人でナンバーワンメイド客のことを異常者と呼び同僚には病気というだがそれでいい恋愛フロップスイリア遺留品初登場は犬との交尾実は男ワンピース歌の実の能力者でシャンクスの娘と言われる能力は作中最強クラスでドラえもんの道具のようブルーロックテイリアンリーブルーロック唯一の女性キャラでスタイルが半端なくかなり口が悪い友達ゲーム水瀬マリア運営の女性でプレイヤーとしても参加し龍一の過激な作戦を完璧にこなし常に刺激を求めており面白ければ簡単に裏切るヒロインたるもの鈴宮日和陸上で田舎から上京した女子高生芋女と言われているが見た目も性格も完璧キセコイ乾真珠体は大人心は子供彼女美人存在巨乳そして最も魅力的な女性リコリスリコイル山岸先生年齢は推定50代で肌はピチピチさらにムチムチ母のような包容力世界を虜にした大人気キャラです衝撃的な最近のクズキャラ5000ウォッチザロックひろいきくり酒を愛しバンドを愛する酒クズベーシストお酒で不安を消すことを幸せのスパイラルと呼びその描写はまるで薬物しかしバンドのことになると瞬時に冷静になり圧倒的なカリスマ性がありぼっちにライブの楽しさを教えますしかし最終的に初対面のぼっちに連写真を借り結果ダメ人間ブルーロック不穏渡るコミュ力が高くチームを仕切る司令塔でかなりの戦略家身長は185センチ武器はジャンプ力そのジャンプ力を生かしハットトリックを決めるなどチームにも称賛されるしかしその後連続3失点となり実は全て八百長主人公に言った言葉は君がそんなにバカでよかったお疲れチーム Z サマータイムレンダー死で弱ったハイネに対して復活の儀式を行い一緒に故郷に帰ると言われており悪そうに実はいいやつでしたしかし本当の目的はもともと世界の結末を見届けることが望みでしたがとある理由で自分に寿命ができたことを知りその望みが叶わないなら世界を終わらせるそうすることで自分の望みが叶うという極端な思想を持つ作中最悪のクズですそして伊藤誠を超える今を生きるクズ代表リコリスリコイル吉松伊藤誠を死んでも今を生きるそれが俺のエゴだアニメのツンデレキャラ10選ウォッチザロック二次知性化2時から
姉でスターリーの店長、第一印象はワクワク、元人気バンドでしたが、二次化のためにバンドを辞め、ライブハウスを作り、誰よりも人思いですが、自分の気持ちをストレートに表現できない。二次化は本心を理解しており、ぼっちには恐れられていた。ブルーロック、ちぎり兵馬、世界一を目指すが、過去に怪我をし夢を諦めるためブルーロックに来たというが、なだめる潔を突き放す。本心は夢を諦めれず、潔にどけと言われ覚醒し、史上最速の男として新たに夢を追いかける。リコリスリコイル、春川吹き、千里とは犬猿の中で、言動は荒いが観察力が高く、仲間思いのいいやつ、判断力も高く、実力は千里の次に強い。五等分の花嫁、中野二郎、ツンデレといえばこの人、一番家族思いで女子力が高い。恋愛フロップス、アメリア・アービング。見て分かる通り最新の王道ツンデレ。二郎と声優が同じ。シャドウハウス、パトリック、傲慢な態度の裏は自信がないだけ。生き人形に恋をし、誰にも言えず心に秘めている。ちなみにペアのリッキーもツンデレ。異世界おじさん、エルフ、おじさんに救われ好きになるが、照れ隠しで暴言を吐き、別名ツンデレエルフ。小林さんちのメイドラゴン、最後はリコ、初期はツンデレ、今は変人。そして最後は絶世の美女、リコリスリコイル、山岸先生。理由はなくてもランクイン、話すことは特にないです。神がサラサラそうなアニメキャラ12選、ボッチザロック、 PA さん、スターリーでキムシ、聖火と仲がいいが、口や耳にピアスをし、生きったボッチを圧倒する。ブルーロック、ちぎり兵馬、まるで女性のようなサラサラの髪を持ち、仲間にはお嬢と呼ばれるが、敵に言われると怒る。地獄少女、エンマ、綺麗な黒髪を持ち、強い恨みを持つ人限定で、地獄通信により相手を地獄に落とす存在。リゼロ、エミリア、銀髪のハーフエルフで、嫉妬の魔女と同じ姿であることで風評被害を受ける。この綺麗な髪の維持はパックに任せている。戦争マン、早川明、デンジの先輩で、普段は異質な髪型ですが、おろせは挑発イケメン。シャドウハウス、ルー、ルイージの生き人形で、顔に執着しているので間違いなくケアは欠かせない。かぐや様は告らせたい。篠宮かぐや、総資産200兆円の父を持ち、女子高生という素質に最高の環境があることで間違いなく髪はサラサラ。普段は髪を結ぶが殺しても綺麗。ミエルコちゃん、四ツ谷美子、普段は髪はロングですが、体育の時は結び、化け物が見える体質で、普段は無表情でスルーできますが、お風呂だけは怖く弟に助けられる。ワンピース、ニコロビン、花々の能力を持ち、ほぼ無限に手を持つことで体を洗う速度はナンバーワン。サザエさん、フグダサザエ、普段はモガヘア、しかし下ろせば髪はアマビエ。ドラえもん、源静香、お風呂の風ならナンバーワン。つまり髪はサラサラで常にリンスの匂いを放つ。そして最もサラサラになるはずの男、伊藤誠。営みの数だけ風呂に入り、源静香理論では髪はサラサラでいい匂いを放つ。ただし下半身は臭い。アニメの可愛い妹キャラ10選、ボッチザロック、後藤二人、陰キャ主人公の妹であり、性格は真逆。姉に対してお姉ちゃん友達いないもんねなど容赦なく精神を追い込む。サマータイム連打、小船美桜、牛尾の実前で、姉が死んだ翌日かなり落ち込むが、周りには笑顔を振る舞い、人には優しいが自分に自信はない。アケビちゃんのセーラー服、アケビ顔、主人公の妹で小学3年生、はっきり物事を発言し、家族仲は良好。アハレンさんは測れない。アハレンエル、主人公の妹で、当たりはきついが気配りができるツンデレ少女。ハッピーシュガーライフ、神戸市を、主人公と一緒に住む8歳の少女、しかし兄弟ではなく本当の兄は別にいる。他者から見れば誘拐、しかし本人は主人公を愛し愛されている。ノーゲームノーライフ、白、純粋で天才のゲーム俳人、ブラコンの妹、鬼滅の刃、浜戸根塚、日本一有名な妹、エロ漫画先生、泉さぎり、主人公と二人暮らしで床を叩く音で会話するほど極度の引きこもりですが、実は主人公の作品のイラストを担当し、パンツを見るのが好き。そして最も妹にふさわしい萌えキャラ、ワンピース、シャーロットブリュレ、ミラミラの実の鏡人間、外見は飾り、大事なのは中身、国民に愛された妹の鏡。そして最も妹と言える男、伊藤誠。女に始末されるキャラ、略して妹、外見は飾り、大事なのは中身。スクールデイズと最近の人気アニメを比較、ボッチザロック、主人公の陰キャがリアル、エッチな僕、主人公の金玉始末、ブルーロック、エゴサッカー、夢中をつ、エゴダッサ、名言だらけのモブサイコ、名言だらけの思考回路、スパイファミリー、偽造家族、酸っぱいマタニ、伊藤加納、水星の魔女、リコリコ第二クールと言われる、水星のアホ、少々アイミスユー、とりあえず、シャドウハウス、洗脳コーヒー、野獣ナウス、先行総理、妖術、綾小路清隆、もう行く、花のようにしとやか、ポプテピビック、クソアニメ、手遅れフィニッシュ、クソマジで、僕のヒーローアカデミア、対決ヴィラン、僕の人望別れ際、わいせつ痴漢、リコリスリコイル、千里最強、キモイツミポリス、居場所ないぞ、チェーンソーマン、血だらけのデンジ、炎上マン、血だらけの世紀、夜更かしの歌、ヤモリコートナズナ、崩壊王者、誘い込むトラウマ、影の実力者になりたくて、ガン決まりなろう、ハミ取り無造作にやりたくて、勘違いやろう。アニメのカマセイヌ8選、ブルーロック、キラ涼介、日本サッカーの宝とも言われた最強の選手。しかし鬼ごっこでは一番強いという理由で、バチラと潔に狙われ脱落。無能な7、渋沢陽平、学園最強の男と言われ、能力は時間底。しかし弱点があり、能力を使うと体力が消耗し、もともと泳ぐことができない。主人公はそれを見抜き、池があった場所で能力を使わせ、簡単に殺害される。ワンピース、バギー、カリスマ性があり、最強の囚人を味方につけ、ロジャーの見習いだったり、豪華七部会にもなり、四皇にもなり、肩書き最強の男。ミエルコちゃん、覚醒の化け物、呪いビルの化け物を全て吸収した最強の化け物。神社に連れて行くと双子の狐が現れ、それすら一瞬で潰しますが、三階様の登場で跡形もなく秒で消されます。リゼロ、本陳館、一度目はエミリアの踏み台、二度目は
スバルの踏み台、3度目は死に戻りの強調、4度目はラインハルトの強さを表し、カンの公式の説明では最も血の気がありどんな強者にも噛みつくが後悔することが多いだし、しかし最もカマセイヌにふさわしいのはドラゴンボールヤムチャ。カマセイヌといえばこの画像、どんな時も味方を引き立て、自分はやられ、野球界でもネタにされ、パロディーにもよく使われます。最近のアニメの神曲7選ボッチザロック、何が悪い、ニジカの声優本人が歌い、第8話から使われ最終回とも言われる。映像ではキタちゃんが指を立てることで最高なイメージから中指とも思われる。彗星の魔女祝福、本編だけではなく歌詞にまで物語の深みを入れ、ガンダムファン以外の心も引きつける。チェーンソーマンキックバック、アニメ米津本人、両方が5000万前後の再生数を叩き出し、オープニング映像では映画のオマージュ、タイトルの意味にはチェーンソーを使用時跳ね返る現象、さらに作者の作品ルックバックにも似ており、解釈の悪魔とも言われる。チェーンソーマン刃渡り2億センチ、12種のエンディングで有名ですが、その中で最も再生数を叩き出し、作中の挿入歌でもよく使われるリコリスリコイル、花の塔。アニメでの入る流れが良すぎることで、何か熱いシーンで使うとそれっぽい動画が簡単に生まれ、オチに滝名を使うことでその漫画を退屈に見る解釈ができる。ブルーロックカオスが極まる、攻撃的なフレーズが多く、ブルーロックの熱さが刻まれ、邪魔だ突っ込んでろと言いながら潔がシュートを決める。そして最も最後にふさわしい曲、進撃の巨人ザ・ランブリング、このチャンネルでこの曲が流れる。つまりあの男が現れる。伊藤誠、伊藤誠の確定曲として使われ、曲の品質を下げる男。進撃は神曲しか生まない。